米国女子ファーヒルズパクセリ選手権初日21日パロスバーデス GC カリフォルニア州 6447YD パー71思い通りのスコアとは言いにくくとも吉田優里は初めの一歩がすごく楽しかった2024年の自身初戦を新天地の米ツアーで迎えたルーキーはサンバーディキューボギーの 77、で回り、6オーバーの134位対大きな出遅れから、課題と収穫を早速洗い出した。スタートホールの 1W ショットは左ラフへ、2打目をバンカーに入れた1番をボギーで滑り出した。直後に1 0メートルの骨越えのパットを沈めてバーディを奪い返すと、続く3番も取ったが、内心はショットがまとまらず苦しんでいたという。 前半はドライバーショットが曲がっていたので、どうなるかと思って、その流れのまま悪い方向に行ってしまった。9番から4連続ボギー。14番、パー5。ではフェアウェイからの3打ち目。ウェッジでチャンスを作りたいところでグリーンをオーバーさせた。昨年まで日本ツアーで2年続けてリカバリー率トップだったショートゲーム校舎。グリーン周りの 強くて粘り気があるラフにも手を焼き11回のパーオン失敗をカバーできなかった午後0時22分のティオフはグリーンのポアナシバが目を覚ます頃懸命にラインを読むルーキーも惑わせたかなり前の組を回る選手たちに踏まれているのが目で見えてきちゃっていてそういうところもちょっとずつストレスだったのかなと思います 後半15番、10メートル近い下りのパッドがカップの手前で止まって苦笑い。悪い方向に行っても、立て直すコツがアメリカバージョンであると思うので、早く探したい、と宿題を早速見つけた。終盤17番、パー3、最終18番でショットをバンカーに入れながらパーを拾った。上がり2個、ナイスでしたね。 オフに変えた打ち方がすごく今日は良かった。もっと練習して、もっと精度を上げていきたいです。大荒れの展開で、先につながるポジティブな材料を見つけるのも忘れていない。カリフォルニア州パロスバーデスエステーツ、桂川陽一。